どうもヒュンヒュンです。やっていきましょう。なるほど、俺かカスケース。いやーすごい、これ全部あれだよ、全部これスカルタウンだよ。え、じゃあ俺やべえ、俺たちホットゾーンを自由気ままに漁れるぞ。俺たちは勝利だ、もう物資的には勝てる。ほら見ろ、誰も来ていないと思う。来ていない、俺たちは勝利だ。よっしゃー、こっちにしよう。一瞬にして俺は乗り捨てる。疲れたのにね、降りてる量がとんでもなかったからさ、こっち側に誰もいないってのは分かってんだけど、こういうのがね、期待、こういうのが期待できるから、本当にこれだけでも価値はある。本当にね、行く価値がある。めちゃめちゃ近いじゃん。惜しい。オベナイス。パスファインダー俺当てるの下手くそだよね。パスファインダーに、あのね、正直レースの方がまだ俺当てやすい。なんか謎なんだよね、あれ当たってないってのは分かってるんだけど、なんかね、なんかイメージ違うのよね。2倍にしとくか。弾数に物言わせて勝てるんかーい。それはすげえ。減らせてよかった。俺も人のこと言えねえな。俺も人のこと言えないぐらい結構ご了承だった。ちょっと打ち合いすぎたな。あの最後のレース戦はすげえ、正直もうなんか最高の極みだったんだけど。え、俺さ、ええすげえ、見て、あと1個で全て金になる。これは相手を倒して金にするしかない。やろうっと。敵も俺いねえのか。なわけで。あれ倒したんで。
かなり時間かかってたんじゃないか。あれ残り一人だぞ。やっぱ俺あれだ、倒してたんだ。任せろい。オーケー。ちょっと最初の3あってちょっとやらかしたけどちょっとやらかしちゃった。もう完璧決まったと思っちゃって。うん、いいね。でもやっぱ夜中はやるもんじゃねえな。動きが雑だね。ありがとうございます。うん、やっぱね勝てたんだけど夜中にはやるべきじゃねえな。動きがすごい雑だったね正直。まあ勝てたからいいのかな、わかんねえ。ということでね、今回はここで終わるんですけど、もしねこの動画を見て何かをね思ったらチャンネル登録、 SNS で共有、高評価をお願いします。じゃ、またねー。